予想以上の逸材かもしれない、巨人のドラフト3位ルーキー、佐々木俊介外野手が、宮崎キャンプ初日の一日から存在感を放った。この日はキャンプイン早々、あいにくの雨に見舞われ、野手陣はこの花ドームで精密機器を利用しデータを取りながらフリー打撃。佐々木が叩き出した数値に、安倍晋之助新監督が仰天した。体は小さい。 174センチけれど、いいパンチ力をしているなぁと思って見ていたのですが、素晴らしい数値が出ていました。スイングスピードは速いし、打球速度はあの体で170キロを超えてきた。すごいなと思いました。ドジャース大谷翔平投手の打球速度は約190キロ。 2022年セリーグ三冠王のヤクルト村上宗隆内野手は約185キロと言われるが、同じ右投げ左打ちでも小柄で瞬速高打タイプに見える佐々木がマークした数値としては確かに驚異的だ。もっとも本人は初めてああいう機会で測定しました。今までやってこなかったことなので気にはしていません。とどこ吹く風。 社会人、日立製作所、時代からスイングスピード、打球速度が速いと言っていただいていました。と振り返り、ベテランの先輩から、体を使って触れ、と言われてきたので、継続していこうと思います。と、プロでも当てるだけの打撃をするつもりはない。東京、提供高、東洋大、日立製作所を経由し、 ようやくプロ入りにこぎつけた24歳の遅咲きルーキー。目標は確実性、長打力、創力をフル活用してのトリプルスリーだー。社会人の時には、日立製作所の4番を張り、昨年限りで現役を引退した、大塚、直人と外野手、3から打撃を教わったので、ホームランを打てるバッターへの憧れがあります。と語る。 とってよかった、と今ちょっと思っていますが、実際に活躍してもらってから言いたいな、と目を細める安倍監督。指揮官が現時点で、レギュラー不在、を明言している外野のポジションの一つを、佐々木がかっさらう可能性も高まりそうだ。小粒でもピリリと辛い参照のような佐々木が、安倍巨人に夢を運んでくる。